ちょっと待ってください、今ある場所で花を咲かそうと、どんな仕事もやってよかったなと思うんだよね。こんにちは、小橋あるです。この番組は宇宙の法則を生かして人生をワクワクにするためのチャンネルです。よろしくお願いします。小橋あるさん、はい。自分の友人にワクワクに従ってやりたいことがあると、だから仕事を辞めるって言ってる友人がいるんですけど、どうですかね。今すぐ止めよう。止めた方がいいですか。でもワクワクに従ってやりたいことがあるっていうのはいいことなんじゃないですか、ね、そうだね。はい。どっちがいいですかね。そのあたりのことを含めた話をしたいと思います。お願いします。はい、ワクワクに従ってね、こうやりたいことやりたいとか素晴らしいなと思うので、仕事の捉え方とかね、やりたいこととの関係性とか、その折り合いがつくとね、また人生って変わっていくんじゃないかなと思いますので、今日多分最後まで付き合っていただくと、今の仕事もよりね、いろんな人間関係も良くなるかもしれないし、新たなことをやりだしてもそれがうまく噛み合うようなことにもつながるようなエッセンスを含めて話ができるんじゃないかなと思いますので、よかったら最後までお付き合いください。よろしくお願いします。ということで、今日はワクワクに従って仕事を辞めたいと、で辞めて新たなことをやりたいと、うん、この案件って実はすごくたくさんあって、僕も散々それに付き合ってきた。個人セッションみたいなことを昔はたくさんやってたもんだから、はい、今受け付けてないんだけども、仕事辞めたいんだよねっていう話から、何したいのと聞くと、やりたいことって意外なかったりするんだけど、ないんですか、うん、ないなら辞めなくてよくないみたいなことを思っちゃったりするんだけど、はい、やりたいことはこんなことがあるんだっていう方もいるじゃない。それあった方がより良いかなというふうには思うんだけど、注意しなきゃいけないなと思うのは、働きたくないっていうことが先にある場合がわりかし多いんだよね。バシャルが言うには、とにかく自分の魂が惹かれるんだったらどんどん行けと、その通りなんだけど、本当に純粋にそのまんまワクワクに従っていい人ばかりではない。人によって違うんですね、うん、自分への信頼の欠如という状態から、自分を信頼したいがゆえに新しいことをやりたいとか、今の状況を脱したいだからやめたいっていうのは、スタート地点が叶ってしまうんだよね。人間関係で悩んでるなとかっていうようなことが先にあるから、それをベースにスタートすると、スタート地点が実現してしまう。理想を言えば、自分は今すごく充実をしていると、なんならこの仕事最高だけども、自分はこれがやりたいんだ、その上でこれを考えた方がいい。でもなかなかそういう人っていないわけ。新しいこと始めたら自分変われるかもとかね、じゃなくて、すでに変わった自分でそれをやってないとなかなかそうはならないじゃんね。すで、はい、にこの瞬間に全て用意されていて、もう完璧なはずなの。なのに、仕事をしているからこそ自分は好きなことができないとかっていうことって多分ないじゃんね。仕事をしながら、こんなことを将来的には仕事にしていきたいんだっていう人結構いるんだけども、はい、だったらこれやりながらでよくない？単純に思う。いきなりこれを捨ててまではズバッといけるようなほど、シンプルに自分のことを信頼しまくってる人は花から僕のところに相談に来てないわけ。仕事辞めるのちょっと待って言われた時点で、それが多分正論だ。そもそも言われない人いるじゃん。言う隙すらなければ言う機会すらない人、そういう人はそもそもそんなことを考えもしないじゃんね。仕事辞めて大丈夫かなとかって思ってないわけ。俺行こうみたいな感じで行っちゃうから、そういう人に対してはそのままワクワクに従って行かれるんですねってだけなんだけど、はい、今のこの仕事辞めて大丈夫でしょうかっていうお金の不安とか、はい、いろんなものをこう抱えたまんま次のとこに勇気を持ってとかってやるわけ。勇気とかっておかしくない？勇気なんか振り絞らなくても確信があるなら行けばいいじゃんみたいな、思い切って大博打打つみたいな、そういう感覚でやるものではないなと思うから、はい、ビジネスも人生も何でもね、プライベートもある程度確信を持ってね、勝てる勝負をした方がいいだろうなと思うから、闇雲にやってね、当たるような世界ではないからさ、そういう面ではちゃんと仕事をある上でやった方がまだ安全かなっていう場合は多いなと思う。これが嫌だこれが嫌だってやってしまうと、また次やろうとしてることがお金を介在するようになってくると、それまたね、嫌になったりする。結局日常のこれをありがたく頂戴するというかね、これをありがたく実行しているっていうことの方が、自然と物事が回りやすい人になる。今の仕事が嫌だということが先にあると、あんまりよろしいエネルギーにはならないなっていうふうに皆さんも思いません、はい、この仕事の中でさ、いやあの人のせいで俺はとばっちり受けてとかっていうような会話をいつもしてるような状態ってあるじゃない。部長さえ変わってくれたらとか、チームワークがもう一度改善したらとか、俺はやってんだけどあいつらがみたいなさ、いうような思いってどうしても出てくるじゃんね。それを思ってる状態って人のせいにしてるもんだから、環境のせいにしてるでしょ。自分の中に改善点だとかがあるよねっていう心身向き合う姿勢がない状態なのね。周りはアホばっかやなっていうふうに思ってる状態、つまり人生ってのはそういうもんだっていう勘違いがそこに生まれてるわけ。だから何かしら新しいことを始めたとしても、それが実現しやすい。周りはアホばっかやなみたいな、
俺はできてんのにみたいないうことだと、なんとなく仕事自体もさ、愛されないような気もするし、うまく回らない感じがするじゃない。だから今ある仕事、今ある場所で花を咲かそうというような話で、今あるその仕事をありがたくね、真摯に向き合って行っているということの先に開けた世界が広がるんじゃないかなって。自分の在り方変えたら世界変わるんだもんね。部長ね、厳しいけど、でもまあチームのこと考えてくれてるよなっていう風に受け取れる部分もあったりするじゃない。確かに自分もね、注意されるのは嫌だよ。だけど注意されずにそのままいて結果が伴わないよりかは、ちゃんと言ってくれるあの人を、人間関係ね、おペンチャラばっか使って、とりあえず通り一遍とのことだけでね、物事済まそうっていうタイプじゃなくて、真剣味のあふれる人なんだろうなっていうふうに思っていた方が信頼関係も作られそうでしょ。よく話し合えば目指してる先は一緒だからさ、仕事っていうものの捉え方と合わせて自分の中にもちゃんとそういう部分あるんじゃないかなっていうふうなね、ことも合わせて考えると、会社の人間関係も良くなるしね。例え話でね、はい、働いてないといけないなっていう風な価値観でみんな持ってると思うんだけど、はい、働くのって結構大変じゃない。働く必要性がある状態から抜け出たいと思って、例えば投資家とかっていらっしゃるじゃない、運用うまくいってファイヤーしたい、セミリタイヤみたいな感じで仕事をしなくてもお金が回ってますみたいな状態になりたいと思ってそれを目指していたりするんだけども、はい、そういう人たちが見事ファイヤーできましたと、運用益で十分やっていける状態になった方が、全世界共通なことなんだけど、悠々自適に暮らすわけ。南の島でトロピカルジュースを飲みながらね、まったりとしながら読書でもしながらね、約数ヶ月、俺って一体何なんだとかっていう疑問が湧き出す。最高じゃないですか、その暮らし。俺って生きてていいんだろうかみたいなね、自分の存在を疑うようになる。働いてないから。働いてないとそうなっちゃうんですか。人生って苦労とかそういったものをまた乗り越えてとかっていうプロセスですごく生き生きとするんだけど、それがなくなっちゃうとつまんなくなって、でやるせなくなって、それこそ自己崩壊につながる。俺って何のために生きてんだろうみたいなゾーンに入っていっちゃう。恐ろしい恐ろしいよね。大概の場合ね、半年ぐらいするとその悠々自適やめて会社作ってまた新しいことを始める。それがほとんどなんだって。人はあえて苦労しにこの地獄の星を選んで生まれてきたから。大変なこともあるんだけど、でもそういうのの中にやりがいを感じてね、生きていくっていうのが、この人生がね、活性化するような感覚でいられる秘訣なのかなと思って。なるほど。仕事を辞めて新しいね、何かやりたいという場合はですね、ちょっと待ってください。ちょっと待つ。勢いだけでやることじゃないじゃんね。冷静さを持ってね、数字計算が立ってからやれるようなことでもないんだけども、でも仕事を辞めて自分でやりたいことやっても大丈夫かなっていう悩みがある時点で、その悩みが実現しちゃうから、シンプルに引かれるから行っちゃおうっていう足かせがない状態で行けるんだったら、花からアドバイスがいらない人だからさ、アドバイスがいる人に対して言うとしたら、ちょっと一旦一呼吸置いて冷静さを取り戻そうと。なんとなく現状が嫌だから新しい環境をということを今考えてしまっている人って意外に多くて、言うなれば新しくやろうとしていることが本当にやりたいことでもない場合もある。今会社を辞めたいことを正当化したいがためにこれみたいなさ、いう場合もあるもんだから、そこは冷静にね、考えた方がいいのかもしれない。ただその冷静に考えるのは難しくて、自分の思考によって今があるから、自分の内側に従って内観しようって言うんだけど、内観ももちろん大事なんだよ。でも対話が下手な場合が多いんだよね。そういう面で言ったら、対話が上手な人と話をするのはいいことなのかもしれない。そういうことをさ、促してる人いるじゃないですか、はい、カウンセリングするような人たちもいるだろうから、やたらめったらね、偏ったね、気合だ気合だ気合だって気合入れたって無理だと思うんだけどそういうことじゃなくて、友達でもいいと思うから、ゆっくり真剣に聞いてくれる人にアウトプットするといいかもね。なんでそれやりたいの君はって聞いてもらって、それに対して答えると、アウトプットしてると頭の中で勝手に整理されるから、そういうプロセスを経て本当にこれに惹かれてるのかどうなのかっていうことを冷静に判断してからでもいいんじゃないかなと思いますね。もちろんね、ワクワクに下がってイエーイっていうのがいいんだけど、その精度がね、高い人ばっかりじゃないなっていうのが、まだこの世界では実情だと思いますので、いきなりね、やめたりせずに、まあやめてもいいんだけど少し一呼吸置いてですね、自分が本当に何をしたいのかとかね、それによって自分はどういう状態になりたいのかっていうことの方が大事だね。本当は仕事がどうのこうのって問題じゃなくて、自分に納得できる自分だったら多分どこにいてもいいわけ。なんとなくしっくり来ないような仕事だったとしても、すごくいい仲間と仕事できてたらさ、それはそれで良かったりするじゃない。仕事の内容が本当はいけないわけでもない可能性もあるから、その辺はね、仕事に対してどう捉えているのかとかね、いろいろアウトプットしながら自分の中にね、あるものとの対話を進めていくと答えが出てくるんじゃないかなと思います。仕
仕事ってね、僕も長年やってきまして、気がつけばもう50なので、それに対しては思うところがあるんだけど、でもやっぱりどんな仕事もやってよかったなと思うんだよね。ネットワークビジネスに始まり、変な会社に抱き込まれたりとか、いろんなことをしながら自分で商売もやったりとかね、ずっとしてきて、いろんな仕事をやったからこそ見識も広くなって経験値も上がったと思うから、これが単純に友達といろんなとこ行って遊びましたっていうだけではシビアな経験で積まれてないよね。仕事ってのはね、そういう面ではすごく自分を鍛えてくれたなと思うから、たくさんの仕事やれっていうわけじゃなくて、いろんなことに挑戦していくっていうことを経てね、また強い人になっていくんじゃないかなと思いますので、やりたいこともやる、仕事もやる、全てをね、ありがたくやっていく中でしっかりやっていくというふうに思いますので、明日からの仕事をまた楽しく頑張っていきましょう。ということで、今日は仕事に対する物事の捉え方みたいな感じかなをお届けしました。このチャンネルではですね、宇宙の法則にちなんだ話ですね、ワクワクに従ってどんどん行こうみたいなこともそうなんですけども、ただまあ一つ言いたいのは、自分自身がですね、こういった法則性をうまくこう生かすことによってより良くなっていくはずなんですよ。単純に宇宙の理だと思うので、逆らわずにですね、身をある程度委ねていくみたいな、そういう立ち回り方が慣れていくと人生良くなっていくと思いますので、良くなっていく人が一人増えるだけでその周りがどんどん良くなりますので、良くなるのが当たり前だと思っています。僕はバチャルに出会っただけで随分人生が変わったので、僕らがたどり着いている今この辺りはだいぶ調子がいいはずなので、その辺うまく活かしてですね、世界をちょっとずつ良くしていけたらなと思いますので、今から今後ともですね、お付き合いよろしくお願いします。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもですね、とても励みになりますので、こんなネタ、こんな質問とかっていうのをどんどん上げていただければですね、ありがたいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。で、その友達は何やりたいの？さっき聞かなきゃいけなかったね。ああ、YouTuber になりたい。YouTuber？ 先輩 YouTuber としてなんかあれば。大変だからね。やめとけとは言えないけどね。でもなんか、やめとけみたいな雰囲気ですけど。いやー、はい。はい。